Hello there! それではですね、今回はですね、安越先生にお越しいただき、はい、今回はリーディングについてちょっとですね、話をしたいんですけど、リーディングはね、はい、やっぱり、全てのこの基本になる部分だから、はい、まず、精読と多読ってあると思うんだけど、その、精読は精読でね、ちゃんとこう文法とかも分かって、はい、単語もきちっとやってで同じものを何回も繰り返し音読したりとか耳で聞いて、精読に関してはもうリスニングとリーディングの抱き合わせね、はい、これでやっていくといいと思います。後ろにスピーキングライティングがついてるともっとよしだけど、とりあえずリスニングリーディング抱き合わせは必ずやりましょうということで、耳読書でやっぱり多読、はいはいはい、これはねやっぱりやった方がいいですね、うんうん、多読は自分の場合は、最初はね昔講談社かな、なんかこう文庫本サイズの本がいっぱい出てたんだよ、はいはい、知らない講談社のこの英語の文庫みたいな、ああはいはいはい、ちょっと難しかったけどね、それは英語ある、ね、読めるようになった後だから楽しかったのかもしれないけど、そういうなんか講談社の中を日本の小説を訳したりみたいな、はいはい、坊っちゃんがとかいろんなものを訳して、はいはいはい、もうすごいいっぱい出て、もうそれをね何十冊も買ってね、もういつも電車の中で読む。だからその今言ったらスマホとかないから、ああそうですね、もう電車の中ではで、ね、もうその頃はまだこのカセットテープだ、はい、カセットテープ今カセットテープも知らない、ね、カセットテープね、オートリバースってこうガッチャンガッチャンなんだけど、もう飽きちゃうんで、ああなるほど、やっぱり読書ねこうするんだけど、一応英語専門だから、英語の本は読んだ方がいいだろうということで、うんでね、それでその講談社の文庫が小さくて、うん、でやっぱその当時はやっぱペーパーバックちょっと難しいんだよね、そうですね、すごい難しいんで、でやっぱりほら文化とかも違うんで、なかなかこう多読って楽しく読むから意味があるわけで、うんうんうん、そうですね、無理して読むと続かないじゃん、だから楽しく読めるものないかなって探したら、その学習用に出てるこう薄いやついっぱい、でもあれってすぐ読み終わる割にはちょっと高いんで、ああなるほどなるほど、でその講談社の文庫結構分厚いのがいっぱいあって、結構面白いのがいっぱいあった、でそのやつをもうずっと電車の中でやっぱ出張多いんで、なるほどなるほど、電車とか飛行機の中で読んで、でそれが多読かな、であとは英字新聞もちょっと魔が差して撮ってた時あるけど、いやあんま帰らないんで、あ、なるほど、帰ったらこう溜まってて便利は便利だけどね、こうなんか包んだりしてあげたりするのに、でも使用の用途がでもね、なかなかやっぱ読まなくなっちゃって、だからその分やっぱ本が良かったね、で今はねあれ、Kindle、 あ、そうですね、 Kindle あるんで、ジョン・グリシャムとかさ、なんか面白い、何も考えないで楽しく読めるやつ、スリラー小説みたいな、はいはいはい、そういうのを読んでる、ね、なるほど、あとはその今ちょっとフォトグラフィー勉強してるんで、こういう、ね、写真をこういうなんか本当に真剣にやってますからね、フォトグラフィーのこの、はいはいはい、教科書みたいな、はいはいはい、でこうなんかこうこれを読んだりとか、ただそういう興味関心のもの、はいはい、ただね初学者は難しいものに挑戦すると大概挫折するよね。そうですね。なんかタイムとか言ったりするじゃないですか。よくエコノミストとか。初学者は無理だろうね。タイムなんかもね、もう読むと読むと面白いんだけどね、すごい素晴らしいんだけど、初学者だとやっぱもう本当そのなんだっけ、グレイデッドリーダーズ。あ、はいはい、そうですね。このレベルが別になってるやつですね。だからなんかどっか図書館で借りるとか学校で借りるとかして、ね、はい、高いもんだよね。そうですね。はい、でもなんかこう、それか日本の参考書とかで、そのなんかレベルの低い読み物がドバッと収まってるやつとかあるし、あと Kindle とかで探すと、その学習者用のその語彙レベルが抑えられているものがドバッとこう、変える、語数がいっぱいある割には意外に安いっていうのがあるので、そういうものを手に入れるとか、あと自分の何かこう趣味のものをウェブサイトでこう、女優とか追っかけるとか、そういう、あと映画のレビューとか、あ、はいはいはい、そういうのもやっぱり多読の場合には知らない単語あってもあんま調べないってことと、あとあんまこう追求しすぎない、もう分かんないものがあったら流すとか、あとはもう嫌になったらもうすぐやめて次の本にするとかしないと続かない。ただその普通だとその
がっつり勉強するときには英語読んでるんだけど、普段の生活では日本のテレビ見て、日本のこの漫画読んで、日本の小説読んでるっていう人結構多いと思うんで、まあその半分ぐらいをね英語にすると多聴多読。なるほど、半分を英語に。なるほど。あと多聴に関しては、あの今ほらいっぱいあるじゃない、はい、その YouTube でも、はい、例えば私じゃあいけばな勉強してます、はい、とこいけばな英語で教えてない、教えてからフラワーアレンジ、はい、だそういうのをこう英語で勉強してみたりとか。なるほど。まあいろいろそのちょっと有料でもお金を払うと、いろいろ教えてくれる、プロが教えてくれるサイトとか、そこ登録してやってみたりとか、僕はいろいろそうやって生活の中で英語を聞いたりする。そうですね、そういう機会。あとあれいいんだよね、 NHK ワールドとか。ああ、はいはいはい、NHK ワールドはレベルも抑えられてるし、あと VOA とかね。ああはいはい、ボイスオブアメリカ。やっぱりどうしてもみんなね CNN、BBC って言っちゃうんだけど、結構難しくて挫折しちゃう人もいるんで。それからまああの金融専門の人は金融のとこだけ見るとかね。あ、はいはい、毎日同じなんて言ってる内容があの数字が違うだけで、だん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 そこだけ分かるようになってきたりとか。なるほど。天気予報、はい、ね、その部分攻めでいくっていうね、うん、そういう感じで多読多聴をやるとどうでしょうかって。 どうせやってきたらちょうどまあいろいろ、ま、僕漫画とかが結構ですね。あ、漫画いいよね。漫画読むんで。漫画ね、あのうちもめちゃくちゃあった漫画。そうなんですね。おいしんぼとかもずーっとデスノート。ああ、デスノート、はい。いろいろ読んだ漫画ね。そうなんですね。うん、もう今はもう全部あげちゃったけど。あげちゃったんですね、うん。置いとく場所がなくなっちゃって。あ、なるほど。でも漫画も高いよね。そうですね。はい。あれもだって10ドルとは言わないけど8ドルぐらいするんですよ。ああ、そうですね。はい。デスノート全部揃えると8000円とか1万円ぐらいになっちゃう。ああ、そうですね。僕も今度なんか、そうですね、YouTube チャンネルで大量に買おうかなと思ってたんですけど。そうですね。いや、この、その、このアメリカので訳されてる日本の漫画ですね。それをなんか大量に買ってみようかなと思ってたんですけど、YouTube チャンネル用に。あげちゃったんですね。ああ、ごめん。全部ね、あげちゃった。もうあの、ボランティアで寄付しちゃった。あ、そうなんですね。うん、そうなんですね。そうなんだよね。まあ、そんなことで、とにかくやっぱり、あの勉強してる時だけじゃなくて普段の生活でも英語に触れるということが大事ですね。でそれも普段の生活で英語に触れるという時にはやっぱり楽しいっていう要素がないと続かないので、まあ楽しいという要素、自分がこう気持ちよく続けられるなっていう要素を持たせるってことが大事ではないでしょうか、ということで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、今回のですねリーディングについて聞きました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.